メンバーシップについてのお話です。まあ、皆まで言うことでも指してないんですけど、僕はメンバー限定にですね、ちょっと特殊なコンテンツがございまして、まあ一体誰が得するのかと言われると、まあ私も答えづらいんですが、まあボイスですね。端的に申し上げて。シチュエーションボイスというものが、私のメンバー限定動画の中に含まれているんですが、はい。消えます！時期に、まあ、具体的に言うと今月末を目安に消えますということだけお伝えしたく。まあ、理由は、まあ、ぶっちゃけボイスが出るかもしれなくて。ぶっちゃけ。マジガチぶっちゃけ。ボイスが出るかもしれなくて。まあ、それを踏まえた身辺整理。まあ、ボイス、まあ、どういうものを出すかはまた、実際、まあ、本当に出るのか、まあ、僕もボイス出すとか言いながら出さなかったりするタイプなんで、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、仮にこう出るとなった時に、なんかその、一体いくらでどれぐらいのものが売られるのかもわかってないんですが、いくらでこれぐらいのものなんだ。まあ、でも、レイド君のメンバー入ってたら、200円でこんぐらい聞けたんだけどな。ってなんかなっちゃうのが嫌で。俺の名言の動画、あれ、自分で言うのもあれなんですけど、値段と俺の精神的ストレスが見合ってないっていう、はい。ちょっと気づいちゃったんですよね。うん。俺は、毎日常に爆弾を抱えて生きてるっていうこのストレスを感じながら生きているのに、やっぱちょっとね、お値段据え置き500円でボイス一体何分あんのか分かんないけど、まあ、数十分分はちょっとコスパ良すぎちゃうかなっていうところで、サービス期間が終了となります。ロンです。まあ、そういうことですね。なんかその何も言わずに焼却すると、なんかちょっとあれかなって思ったので、先に伝えといた。はい。